三沢市川から望む小河原湖は、青森県上北郡東北町にある湖。木水湖である。日本の湖章では11番目の面積規模を有する。この湖には、青森県上北郡東北町大和大浦座、小河原湖191番地と、住所が定められている。湖の名前の由来は、アイヌ語で言われる、回り回るという意味の、おから、おかり、おかるるなどから、 おからとなり、その後、小川原、小川原の文字が当てられ、小川原湖と呼ばれたと言われている。かつては小川原沼という名称だったが、1958年1月1日に小川原湖に改称された。なお、隣接する小川原駅は、開業時の名称のまま、小川原駅である。青森県の東部に位置する。面積は、青森県内最大。 最深部は25メートルに達するが岸から200メートル程度までは水深2メートル前後の浅い部分にて形成される。海面水位が湖面水位より高くなる時期には海水が高瀬川を逆流し湖に注ぎ込む。小河原湖周辺には小淵沼、高穂沼、市、八木沼、田茂木沼、内沼、姉沼などの湖将群が分布しており、 これらを総称して、小川原湖古将軍と呼ぶ。小川原湖古将軍及び周辺には、豊かな自然が残り、多種多様な生物体系を構成しており、環境省より、日本の重要湿地500、日本の音風景100選の指定を受けている。古将軍の一部においては、マリモが生育しており、また、小川原湖では、近年寄水性のマリモの仲間である。 ウィットロ・キエラ・サリナの存在が確認された。これは日本では初めてのことである。かつて小川原湖では伊藤が生息しており、約1トンの水揚げが記録されたこともあったが、1943年頃に絶滅した。鳥類としては、大白鳥、小白鳥の虎一となっている。水産資源が豊富なことから宝沼とも呼ばれる。 主要な水産資源は、ワカサギ、シラウオ、ハゼ、シジミ、ウマギ。小河原小漁業共同組合がこれらの管理、漁獲を行っている。シジミ漁獲量は年平均約1200トンであり、また2016年度のワカサギ、シラウオの漁獲量は、全国1位となった。遠浅のため、夏季には、湖水浴客で賑わう。冬季には、 湖面が結氷し、若ギの穴釣りが楽しめる。七戸川の旧河川である花切れ川は、ヘラブナ釣りの名所の一つである。小川原湖の山としじみは、漁協によって持続的な生産と品質管理がなされ、大粒で、出汁がよくとれ、身も味わいが良いことから、2017年12月15日に、農林水産省により、小川原湖山としじみとして、 地理的表示保護制度に登録された。入江の一部が海面低下と湾口に流入する砂丘の発達によりせき止められて形成された湖である。周辺には縄文時代の遺跡、貝塚が多数存在する。このことから古来より小川原湖と人々の営みには密接な関わりがあったことがわかる。 1970年代の陸つ小河原開発計画の一環として小河原湖を淡水化し水道事業を行おうとする計画があった。しかし当初予想していた水需要が大幅に下回るとの結論に達し、1996年12月淡水化の撤回を発表した。以下は小河原湖及び屋根沼にまつわる伝説である。アスカ時代の頃、 との効果きつ中なごん、道中公はようはかなみ、東国安厄の旅に出た。道中公には二人の娘がいた。すなわち姉の玉大美名、妹の小生姫である。娘たちは、父の身を案じ、父の後を追うため諸国を巡る。やがて二人は、長い旅路の末、北の果ての沼で、探し求めた父がすでに亡くなっていることを知る。姉妹は嘆き悲しみ。 玉大姫は沼に受水した。あとを追うように、小生姫も別の沼に受水した。玉大姫の沈んだ沼を姉沼、小生姫の沈んだ沼を妹沼と呼ぶようになった。そして現在、立花の中納言、道中公は沼崎観音、玉大姫は姉の大名人、小生姫は広島大名人に祀られている。 小川湖畔南部の一部は在日米軍三沢基地によって占有されており一般人の立ち入りが禁止されている。1992年4月に米軍戦闘機による部品落下事故が発生した。また2018年2月20日午前8時40分頃に米軍 F16 戦闘機のエンジン火災による湖の南側への燃料タンク2機の投機が 発生し、禁漁が行われた。海上自衛隊及び米軍によって、タンク破片の約95%が回収され、3月20日に、東北防衛局から安全宣言が出された。これにより、3月22日に、小川原湖漁協で、シジミ漁が再開され、白魚漁、カサギ漁は3月16日に、禁漁期間に入ったが、4月23日に出荷が、 再開された。ありがとうございます。